あれます先生出会った時の格好じゃないですか。そうそう、これもずっとこれピーターズですね。昔のピーターズでかっ、でかっ、めっちゃかっこいい。でかっ、でかっ。先生連絡返してくれへんね。やめしてよ。返しましたよ。だからわけわかんない歌送ってきたから無視しようと思って。タレントくん今日の自分がここまで来れたのも全て光先生のおかげです。令和4年師匠とようやく初対面させていただくことができました。今日もまだまだ行きます。まだ途中経過です。よろしくお願いします。600万600 600万車が届いたよ。600万400万こんなもんじゃねえから。あと1回ぐらい余裕かな。あと1回くらいな。俺1時間ぐらい延長したいな。カウントダウン立ち合いたい。いやそれはお願いします。失礼します。申し訳ないです。寂しい寂しい。じゃあ今回一番使ってくださった奥野さん会計ちょっとするみたいなんで。俺そういうシステムやったよ。すごいっすよ。3200万。でホストであんだけ使ってくるじゃないですか。あれはこうなんでなんですか。結構声あったんですよ。たまたまご飯食べてる時に自分がこういうことをやりたいんだよねっていうふうに話をしたことがあって、でそれを覚えててくれて、はい、普通なんかこうお立場あったり有名な人って酒の席で冗談で言ったこと覚えてないんだけど、はい、なんか覚えてくれてて、で本当にやってくれて、はい、でなんかその時に会社のサイトダウンするでみたいなことをサーバーダウンさせたるわみたいなこと言ってて、せえへんせえへんとか言ってたら本当に2時間でサーバーダウンしてみたいな、まあ自分20何年やってる会社で初めての1日の売り上げみたいなことが出たりして、でそこからコロナに入ったから自分関西に引っ越したし、まあ会うことなかったっていう、うん、奥野さんと初めてか2回目ぐらいに会った時にいろいろ話をしてもらって、あいいなと思う意見があったんで、それを僕 YouTube で言ったんですよ。でそしたらサーバーがダウンしてそのタイミングで、そこでまあ、うん、恩を感じてくれてたというかっていうのがあってってことですよね。まあね、やっぱりね、小さいキャッチボール、まあ、これ多分経営者みんなそうなんですけど、小さいキャッチボール結構大事なんですよね。だからちょっとさっき酒の席とかでしたちっちゃい約束を守れない人と大きい仕事できないでしょ、はい、まあそうですね。だってちっちゃい約束守れないのに大きい約束できないでしょ。だからなんかそれが自分は嬉しくて、でなんかで返したいけど、はい、でもずっと LINE は無視してるっていう。そう LINE 出てくれへんし、はい、なんか自分がありがとうみたいなことを長文で書いてしまったのか出てくれへんし、だその時も自分が案件のねあれで払わせてよって言ったら、はい、いやそんなんいらんから5億ちょうだいとか言われたし、そんなん言いました。いらんいらんみたいな、そんなんいらんいらん、これ覚えてない、5億ちょうだいみたいな、はい、なんかそんな感じで笑いながらも、はい、なんかそうやってやってくれたことが嬉しくて、でなんか自分がお返しできる、なんかそれも笑いに変えてね、はい、お返しできることがあったらいいなと思ってたのが、まあ、たまたま僕がそうしたっていうのがあって、うん、だったら俺行くこと内緒にしといてよって言ってでピーターズと行ったっていう。花火みたいになりたいなと思って、お金ある人もお金ない人も、はい、怒ってる人も泣いてる人も、はい、キューバーンって打ち上がったらなんか夜空見上げて笑顔になるでしょ。まあまあそうですね。なんかそういうこう泣いてる人も泣き止むみたいな、花火みたいなことが政治でできたらいいのになって思って結局自民党の人も公明党の人もどこの政党の人も、はい、みんな国民の笑顔を考えてるわけでしょ、まあ、最終ゴールはみんなそこですもんね。ゴールは目指し方が違うだけで、でも今までは僕らが選んだ代表が密室で決めてたやん政治、はい、だけど笑顔のプロかって言ったら政治家って笑顔のプロかどうかは分かんないじゃないですか。でもひかるちゃんとか今回ね賛同してくださった人たちっていうのは間違いなく感動させたり笑顔のプロでしょ。笑顔を作るのがうまいですよね。笑顔を作る人たち、はい、じゃあそういう人が僕ら仕事終わった後、はい、やっぱり楽しみにしてること嬉しいこと感動すること、スポーツご飯食べて音楽聴いて、はい、そういう人が一緒に今回選挙行けへん、ただみんなの笑顔を守るだけやでって言ったらなんか変わりそうかなって、うん、そう思えて難しい挑戦だと思うんですけど楽しみですよ俺は。どうなるのか。